皆さんこんにちは、ジェームガンです。タカです。今日はおいてーせーはい、ガンジャム。変なやつ多いっすね。おいてー、まあ、変わった人はまあまあまあちょこちょこ見かけたりいたりも。最近見た。うん、ほらあれ、マネーさん変わってんね。ママも変わってる。マネーさん変わってない。俺は常に変な人やなとは言われる。いやいやいや、こんなんプレミアムめっちゃ真面目やん。やめろやめろ。あ、でもそれそうやめろやめろ。そやめろやめろやめろ。ただ今回ですね、私が付き合ったことがある変な彼氏というテーマで、たけさんお便りいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。女性が思うじゃあ変だ。変だ。そうだね、女性が思う男の変な彼氏がいたんだよなって、もし自分がそうやって、え、これ変って思われるって、うん、そう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 、男としては見直すチャンスにもなる。確かに、思いますので、いい機会ね。はい、早速、私が付き合った変な彼氏行ってみたいと思います。知りたい。はい、まず一つ目、はい、異性の推しのライブに行くのを禁止されました。はぁ、なるほど。異性が嫉妬みたいなとこ、まあまあまあ、それは変な、女性側からしたら推しやからええやん。別やから ね、 そうね、付き合ってる彼と。でも確かに嫉妬もわかるし、嫉妬もわかるし、推しっていつからこの言葉出たの。いやいや、すごいこれ。当時の例えばスマップ、V6、TOKIO の時ってさ、推しって言ってた。言葉自体は最近じゃ。最近じゃない。推しという言葉は多分俺を伐採か。でも、でも俺の中でバスは推しじゃない、好きだ。あ、好き。推しはじゃあ何、別にプライベート何もなりたくないとか、届かない存在とか。推しって何、境界線。俺も分からん、応援できる。あ、応援したいと。応援したいと。応援したい。まあ別にバスは応援したないもん。そうだよ、ね、好きだもん。純粋好きだ。純粋好きだ。そうだね。それやったら嫉妬の対象やね。あ、そうだ、ね、って思っちゃうんじゃない。あ、だったら確かに背中を押してる、頑張ってる、うん、でもそこに使うお金こっちに使おうよとはなるよね。まあまあまあ、でもこっちにも使ってあっちもやったら、まあ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 、自分のプライベートバランスバランス、まあまあ、だからそれがちょっと変じゃない、異常じゃないって思って怒っちゃうんちゃう。あ、なるほど、ね、分からんけどね。まあそれだけ頑張る元気をもらえてるってことだよね。俺は変じゃないと思うな。変ではない、変じゃないと思う。これに行ってチェキとかあったり握手会とかあって、私推しにこうされたりされたらすっごいキュンキュンするって言っとる上で行ってくるって言われたら、いやいや、いやいや、それは禁止っていう気持ちが芽生えるんじゃないですか。禁止してんのが俺だろ、うん。まあまあまあ、変でもない、変でもないのもやっぱ好きやもん。まあ、でもその彼氏も連れてきたりいっちゃう。でもね、ガンのライブってさ、よくあるやん、彼氏連れてきたみたいな、うん、全然あるやん。で、その彼氏結構こう写真とか撮ってくるするやんか。大丈夫っすよ。大丈夫っす、うん、そういうこと、そういう回じゃないっすよ。まあ変じゃないと思う。変じゃないと思いますよね、うん、まあまあでもそういう、まあ女性会社もしかしたら変と思うかもしれない、うん、続いていきます。お茶しようって言ってファインマイン連れてかれた。あ、連れてかれた。変なんだ。え、お茶しよう。変なんだ。え、ファミマ変は言って。でも変じゃない？変だと思う。え、お茶しよう。ファミマの何？だってお茶やったら喫茶店とか。あ、ファミマか。あの、ファミレスやったら、ファミマは変よ。イートインってこと？イートインちゃう。いやー。あのコーナー行く？これネタじゃないの？いや、ネタじゃないの。ガチか。あんまお金を使わない人なのかもしれない。だったら自販機のベンチで、ほうがいい、まだ公園のベンチとかの。てか、お茶しようって言って、それはもうネタやん。これはガチやったら変な人やろ。なるほどね。すごいね。おもろいやん。続いていきましょうか。元カノとまだ住んでたよ、起床、死刑。まあ、嘘つかれたのよ。まあ、まあ、変というか、そういう人おるよなって。よくないね。よくない人やない人。クズってこれ。けど住んでたってやばいな。すごいです、ね、事情あるんじゃん。例えばもう別れとると、うん、おらんなくて、うん、でも好きなのはあなたみたいな。次のを探してる最中とか、うん、言うのがベストやったね。まあね、喧嘩した時に仲直りのためにお金を渡された。ちょっと変だわ。それは変だ。これは変だぞ。それは変だ。これは変だぞ。仲直りで金渡すってすごくない？相手の男すごいな、ね、ごめん、これ仲直りしようって。そういう癖ねんのね。どこでも金で何とかしてきて、全てのこと。だからこれ普通じゃないのっていう常識のパターン。付き合ってたそんな人な。お金もらえちゃったからめちゃくちゃ喧嘩する。と言ってよ、もう、わぁっていうの、こいつや、変よ、こいつや、変よ、こいつや、変よ。もう一つまた変いきました。毎日自撮りの共用。共用、どこに寄るとかじゃないですか。
顔を見せてってこと。顔がめちゃくちゃ好きなんじゃん。え、俺全然あ、俺は全然これは言われるの。いや、まあ、強要したいが毎日送れやそれだとどういうあれなの。絵日記みたいな。毎日送らせとる、俺の言うこと聞いとる感なのか。あ、もう、もう、もうあるし、普通に顔見たいもん。これがしたいっていうよりかは、あの、分からんことはない。ないこれで、なおかつ顔じゃなかったらもっといいってことだよね。最高ね。あっち側バレだれねんけど、多分写真を撮るやんか、まあ加工アプリあるけど、多分化粧するのよ。この手間を俺のために毎日かけてくれてる。嬉しいって。でもいらんからな。俺もいらんねん。まあいらんけど、そういうのは前提なってる。毎日顔が見たくて会えないけど。そんなピュアなもんじゃない、俺のもん。俺のもんはそんなピュアなもんじゃない。自分は送りたくないわけ、うん、だってそんな、それ言ったら毎日電話とかでいいしな、うん、電話電話。いやでも俺こいつの擁護したの俺キモいなぁ。言うこと聞いてくれてるってなんか俺としては愛なんだよね。それはね、それで愛感じるってことね。はい、続いて、うん、死ぬほどイケメンなのに M、 殴られたかったようで鼻血出るまでパンチ、腫れてたけど喜んでた。これは変よ、これは変よ、変よ、相当変。それは大勢大勢ない、大勢めっちゃ大勢。死ぬほどイケメンなのに M、 大勢です。鼻血出るまでって、ね、障害も結構すごいよ。すごいアタック強いですよ。晴れたよ。女性がやろ。何回か殴ったんや。マジのやつやな、うん、そういうお店ならまだ分かる。これをしてくださいっていう。プライベートプライベート彼女で、それは変よ。だからなんかお金かけずにやってもらおうとしてるんじゃなかったんだろ、これから。めっちゃイケメンイケメンで殴る方じゃなくてよかったよ、うん、確かに、ま、相手が殴ってくる方が、うん、立ち上がった。確かに、そういう意味で よかったよかった、よく軟禁されます。拘束されるみたいな。そういうこと。監禁じゃなくて、監禁じゃない、束縛のあれなんか。体の自由を束縛しないか、室内から出さないなど。ほう、あ、外から出んないってことや。まあ、分からんこともない。それも、それはそれはね、怖い。自由を奪いたいんですよ。怖いよ。どういうの。分からんこともないなっていいな。やらんけど。プレイとか。プレイだな。あ、プレイ。プレイだな。この言葉初めて聞いた。よく、なんて言う。歌手でもないのに、別れ話の最後にギターの弾き語りを聞かされた。ちなみに歌うたいのバラッドフル尺で、どういうフル尺や。じゃあ最後に曲を聴いてください。いやいやいや、多いね、これは。今日だ。仮に歌手でもおかしい。そうや、歌手でもおかしい。歌手でもおかしいし、だって言葉じゃあれやってやってメロディーに乗せてる。アーティストの方がいい。俺らもさ、やっぱり言葉じゃなくて音楽で伝えるわけじゃないですか。どんだけエモーショナルに歌うかだよね。どうするんだろう。終わりどうするよ、ね、ずっと聴いて。本当、別れたくなかったのかな。お付き合う前に、この歌をギターで弾き語りで二人っきりで歌っとったことがあるっていうんやったら、ギリな。ギリな。だいぶギリな、それでも。ドラマやったら、演奏があるんだ。ドラマだったら、成立するな。見れる。もう私別れる。もう帰るか。ちょっと待って、この歌だけ聴いて。じゃーん。さあ、続いて。テレットやら、鳥やら、で、すごいなって思ってたら、アヒルを飼い出したこと。変、純粋に好きなんだよね。変っていうのも ひどいことかもね。普通は犬猫とか王道のペットの中で変やな、うん、普通から比べたらな。どこからこうてくんだよ。確かに鳥屋さんすごいね。買い方わかんない。何食べんだよな、アヒルって。確かに、ね、魚とか。ペットを飼っとる女の子ちょっとなんか変なイメージ持ってるか勝手に。なんかちょっと違うみたいな。ちょっと大体そういうことでさ、首超かつけてる。そうそう、で黒い、ネイルも黒い、ネイルも黒いし、ここも黒い。で、ピアスピアスで、絶対丸めすとで、ちょっと黒髪と紫髪とか入ってて、入ってて、イリスミも で、2杯はい、続いてお相手が陰謀論者でした。どういうこと。まあまあ、それはそれを信じる、信じないの、ね、共有は良くないよね。そうそう、絶対こうやからな、お前もこうしろよと。うん、それはないね。もうすげえ分かった感じでしたね。まあまあまあ、どうなん、陰謀論ってやっぱあんの。ありますよ。あ、この話も聞きました、聞きました。エリザベス女王はレプテリアンです。あ、まあそれはレプテリアンじゃない。レプテリアン、レプテリアンっていう宇宙人のジャンル。信じるか信じないか、あなた知って。はい、続
続きまして泊まりデートで5本ぐらいヘアスプレーがカバンから出てきて引いた。ハゲ隠しするためガチガチです。それは頑張ってバレたくないよ。やっぱ嫌われたくないとか。ヘアスプレー5本は引くわ。5本はやばいね。たまにさ、ハゲ隠しの人とか出てこう持ってきてる人やから、うんうん、あれもうあっち系にしたらいいのにな、全部そうってな。ハゲたらマッチョになるしかない。違うところを頑張るしかない。ハゲたらマッチョになるしかない。ハゲたらマッチョになれば体かっこくなれば、トントン、トン、で、多分顔つけもシュッとなってくるから、うん、坊主が似合う顔になるじゃないですか、うん、それだそれだ。それじゃない、そういう企画じゃない。解決。なぜか私の鼻に指を突っ込みたがる。これは変じゃないんだよ。変じゃない、そういう気持ちは分かるよ。俺も分かるな、うん、これは分からんの。ちょっと嫌がっとるのみたいな。そうやねんな、もう俺もう酔っ払ったら顔さわる。それあかんで、ほんまに。マジ男だろうが女だろうが、いや嫌がられるやろ。めちゃくちゃ嫌がられる。 それかい。多分変です。変やけど、結構俺からしたら変とは思わない。結構おる、うん、多分。全然俺も変じゃないと。みんな残したエビフライの尻尾、私のだけじゃなく他の友達の分まで全部食べたのは引いた。あー、なんぼほど尻尾。こういう人おるよ。でも尻尾、食べの、ちょっと待って。え、食べよう派。俺食べたことある人やけど食べない派。食べる派。食べる派。やんな。俺も食べない派。知ったかくんが味噌汁もらうのと同じ原理だって。俺は出くわしたことある、こういうシチュエーションに。俺もある、うん、けど味噌汁と尻尾って違うわ。違う、まあ、違う。尻尾って食べなくてもういいところ、うん、味噌汁は食べるためにある。なんか言うたら、ミートボールちょうだいや、の感覚。とりあえずそうやね。あの焼き鮭の背の皮の部分。あ、皮ちょうだいから。あ、そう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 。俺別に皮食べれるの好きなの、うん、でも人のまで取らないの。取らない、うん、ぐらい全部の何人かおる全ての尻尾で自分の好きなメインあるとすれば、でもみんなはそれがメインじゃない。いやけど変ですね。続いて、うん、急に踊り始める人。いやあるよね。あるあってしまう。俺は多分俺らはあるな、うん、急に職業柄やと思うけど、葵なんてもう常になんか避けたりこうやってやったり、うん、チッてこうやってそれもダンスみたいなもんみたいな。俺はけど急に踊り始める人ではないと思う、うん、そうやな。でも葵は多分急に踊り始めるみたいな。急にしたりするね。全員一枚やるな、うん、いきなりもうスッスッとか見たことあるでしょこれ、うん、スイッチの、うん、器用もあんま踊んないね。ないね。ああ一生モノマネしてた男。本来のやつ分からんの。本来の自分は。自分はね、それはやばい。どれぐらいねえの。普通に多分デートしてて、なんかご飯美味しいみたいな、そうだねみたいな感じで、どんどんなんか受け答えたまにポンポン。やっとったね。ずっとしてるの。もうええってね。ジャルジャルやん。ジャルジャルのコントで汗がしつこいやろね。でも俺たぶんやるタイプやわ。いやこれやる。俺やるわ。うん。もう2個も当てはまったら俺変やん。2個連チャン俺やん。これだからあなたは変で陰謀論やろ。何つある。もう陰謀論めっちゃあるわ。みんなすごいいろんな恋愛してんだ ね。こういう人いました、変だよに当てはまったことちょっとつらい。あやっぱ俺変なんや。あそうだね。自覚してるしな。相手がもしおったとしたら、こうある程度のその言っちゃダメなところで分かるよ。そのモノマネにしても思い上がってんなとか、クオリティのレベル本気でやるかやらんかも。この人はもうそれに関係なしのキュッとダメだ。本当に変やなみたいな。そう、連れの中でももうって言ってなるやつを女性にしてしまって俺多分そいつ絶対そうやわ多分。たくさんのお便りありがとうございました。はい、またね、こうやって皆さんにちょっといろいろと質問をいただいて、僕ら側からね、ちょっとお題が欲しくてやる場合もあるかもしれないんで、気づかされました。うん、またご協力いただければと思ってますので、よろしくお願いいたします。ということで、この動画面白いと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントたくさん、キュンキュンもお待ちしてます。以上、ジグでした。すごいな。いやでもやっぱヘビなん
ヘビの人の特徴がまさにちょっと、うん、あなんか全員共通で良かったわ、やっぱそうなんや。多分そうやで、ね、多分インスタとかでハッシュタグそのまあ、爬虫類大好き繋がりたいみたいなとこパッて飛んだら本体の人全員そうやってな。で、ストロング缶飲んでるやつ、ストロング缶飲んでる、まあたまにエレキギター置いてあったりあで、クロミちゃん、クロミちゃんパンフレンってだからやっぱパンクだね、パンクちょっとそうだね。で、しかも確かにロック好きかも、うん、バンドマン好き、そうね、そうね、そっちね。